1月1日に俺熱が出て、検査したらコロナで、で隔離生活をして、でその後11月の12日かにうちのじいさんがこの自宅で息を引き取って、まあ、俺が発見したんだけども、でそこからお医者さんに見てもらって死亡を確認されて、でバタ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 と葬式とかなんかいろいろやって、でまあ忙しかった本当に。で落ち着いてふとこうあーって思った時に思い出したことが、あ、年末に栗きんとん作ろうと思って買ってたさつまいも忘れてたって思って、さつまいもってね、寒いとこに置いとくと、まあ、腐りやすいものなのね。まあ、南の方、鹿児島とかが名産地っていうか、したる産地になってるから、暖かい方のものは冷やすと腐りやすいって。じゃがいもは冷やした方がいいとかね。南のさつまいもは冷やさないとか。あるんだけども、あ、腐ってんじゃないかと。青森の冬で腐ってんじゃないかって見たら、案の定、真っ黒に黒カビになってぐちぐちで、袋の中に入ってたから触って、柔らかくて、あ、もうこれ食えねえなって処分した。だけどもここまでだったらただよくある話なの ね、よくあった失敗談なんだけども、同じ場所、ね、同じ棚の同じ環境の隣にね、2本腐ってない、さつまいもがあったのね。でこれ何なのかって、本当にしおれてて、ね、枯れてたんだけども食べれたのね。食べたよ俺ね、あのスーパーで買ったの食べなかったけど、それねもらったものなの。俺もお手伝いしている、ところの有機栽培、無農薬有機栽培、有機物はいっぱい入れてるけれども、草とかね、もみ殻とか米ぬかとかは入れてるけれども、牛糞堆肥とか化学肥料とかは一切使わない、ね、家畜糞堆肥も全然使わない栽培をしたさつまいももらったやつね。それは隣に置いてたのに腐らなかったの。全く腐らないで食べれたの、本当に。で、びっくりして。まあ、この話はね、自然農法とか有機栽培の世界では、自然栽培とかの世界では、腐敗実験っていうのがあって、ね、加熱して消毒した瓶の中に、観光栽培とか、有機栽培、要は家畜糞を使った有機栽培のものと、家畜糞も使わない、化学肥料も使わないものっていうので、並べて、ね、蓋しておいて、何年も経って、どういうふうに変化していくかっていう腐敗実験っていうのが有名で、ネットで検索すれば出てくるんだけれどもね、本当に腐らないのさ、腐らない、腐りにくい、完全に腐らないわけじゃないよ、自然農法のものがね。だけどもね、腐りにくいっていう結果がもう出てるの、有名な話なので、俺身近に感じたのは、あの本当に目の当たりにしたのは今回初めてでさ、実験したことないから、隣にスーパーで売ってたさつまいも、隣に有機栽培の自然農法のさつまいもってあって、こっちは観光の方は完全に腐って投げてこっちしてて、こっちの自然農法のものは全く腐らず食べれたと。でまた面白いのが、観光農法のものは12月の末、年末に買ったもので、もらった有機栽培のものは10月の10日だったかなにもらったものなのね。だからすごく日持ちするの、自然農法のものってのは日持ちする、腐りにくい、っていう風な特徴があって、火が取りやすいとか、まあいろいろ他にもあるんだけども、とりあえず日持ちすると、腐らないということで、このことについてはね、みんなね教えてくれるので、いろんな情報があるの、本にも書いてある、ネットにも出てる、もう実験してる人がいる、明らかな事実なんだけれども、なんでそうなるのっていうことが納得いく説明がね、聞けたことなくて、で、まあ、そうすれば自分で考えるしかないじゃん。ね、で、自分で考えたのね。で、他の栽培のこととかで、これかなって思うことを今話したいなと思ってるんだけれども、まずね、肥料を使うと、前提として、常識として、野菜って大きくなるじゃん。ね、大きくなるのよ。ね、当然なのね。で、これね、何も考えなければね、細胞が増えて大きくなってるんだろうなって俺も思ってたんだけれども、どうやら細胞が増えて大きくなってるじゃなくて、まあ、100個の細胞のもの、自然な農法だったら100個の細胞だったのが200個の細胞になって大きくなるとかじゃなくて、100個の細胞が、一個一個が細胞がでかくなって、水分が含まれて大きくなって、で、見た目大きくなってるっていう話を見たのね。それによって、何が起きるかっていうと、細胞が大きくなってるから細胞壁が、ね、水分含んでて大きくなってるんだけども、細胞壁、細胞膜、動物だと細胞膜だけど、確か植物は細胞壁だったかな、薄くなって柔らかくなると、柔らかくなるから病気とか害虫にやられやすくなるということで、水分量が多いから香りとか味が薄まる、ね、で癖が少ない野菜になるんだけども、
味と香りっていうものは、植物にとって野菜にとっては自分の身を守るもの、病気とか害虫から身を守るための防御策なのね。それが薄まるってことはそういうものにもやられやすくなるっていう話を聞いて、でこの話はね、栽培中ね、そういうことがあるから、肥料を使うと農薬を使って守らなきゃいけなくなると。で肥料を使わないとそういう防御機能、細胞壁が厚くなり柔らかくならなくて、しっかりした野菜になって味と香りが強くなって病気と害虫に強くなりますよ、だから農薬なくてもできますよっていう話だったんだけども、この話を、ね、取った後で、それは栽培中の話だったんだけど、取った後貯蔵してる時もう細胞壁は薄い柔らかい野菜だと、で味と香りは薄い、その病気害虫、まあ、要するにカビとかにも弱くなってるはずだと思ってるのね。でだからその辺の違いで、カビ、観光農法のもの、水分が多くなってる、要するに体が弱くなってるものは腐りやすいのかなと。で自然農法のものは、肥料とかないからどうしてもちっちゃいよ。まあ大きいのもあるんだけど、俺もやっぱちっちゃいの、やっぱりね、観光の方のものはやっぱ立派で大きくてさ、で自然の方のものはやっぱサイズちょっとちっちゃいなって思うんだけども、腐らなかったの。隣に置いてても腐らないのよ。こっちのカビがこっちに移るってことがなかったのね。だからね、肥料を使ったもの、まあ大体スーパーにあるものは大体そうなんだけれども、有機栽培でも家畜糞使ってれば、まあ同じことだと俺は思ってるんだけれどもね、化学肥料と家畜糞堆肥使って窒素が多くて大きくなって、で細胞壁が薄くなり柔らかくなり、味と香りが薄くなって水によってね、で防御する力が弱いから腐っていくっていうことなんじゃないかなって思ってます。まああと水が多い、肥料分を吸って水を含まれてる、水気の多いものってやっぱ腐りやすいじゃん。干したもの、まあ、干し椎茸とかは長持ちするじゃんね、ちゃんとパックに入れてはいるけれども、やっぱ持つわけさ。で普通の椎茸はやっぱカビて腐っていくわけじゃん、まあ、そういう違いもあるかなと思うんだけれども、ね、要するにそういうことかなって。肥料を使ったことによって大きくなるけれども、それは細胞が増えてるわけじゃなくて、一つ一つの細胞が水分を多く含んで、細胞壁とか薄くなって柔らかくなり、味も香りも薄くなり、それが自分の身を守るための防御する、まあ、なんだろう、人間でいうと免疫に当たるものなんだけれども、それが弱まってるから腐りやすいんじゃないかなと。そして水気が多いから、やはりそういうカビとかが柔らかい細胞壁で中に入って、味も香りも薄くて入って、さらに水気も多いから、腐りやすいっていうことなんじゃないかなと思ってます。まあ、これを明確にね、話してる人、確かめた人っていうのはまだ聞いたことないんだけれども、まあそういうことかなと。まあとりあえず事実としては、自然栽培とか自然農法とか家畜糞とか、そう、化学肥料とかを使った普通の栽培のものと、そういう使ってないものって比べると、やはり自然の方、自然栽培のものっていうものはやはり腐りにくいっていうこと、それを今回実感しましたって、俺なりの考えを話しましたっていう動画で、なんで、もしね、長持ちさせたいなってね、自分で作ったものさせたいなって思ったら、化学肥料の量を少しずつ減らしていって、草とかもみ殻とかそういう植物性のもので土作りをしていくっていう努力をすれば、日持ちするものを家庭菜園で作ることができるんじゃないかなと思っています。で、まあ、本当にうちのジャガイモも、うちの大根も、いろんなものもね、本当に腐りにくいんだよね。腐るよりもどんどん枯れていくっていうか、しおれていくっていう感じでいくんで、それはもう実体験としてあるんで、それは科学的根拠は何なのかってことは、ちょっと勉強不足っていうか、見たこともないんだ。研究所の人にも聞かれても、教えても、明確に聞いたことないからあれだけども、実体験として、やはり自然農法、自然栽培のもの、家畜糞とか、化学肥料を使ったものと比べると、やはり使ってないものっていうのは日持ちしやすいなって思います。まあでもやはりサイズちっちゃくなるから、どっちを取るかはやはり皆さんで選択してもらって、これは長持ちする方がいいから、使わないでやっていきたいなと思います。